おはようございます、こんばんは、バリオです。さあ今日もウォーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はテストサーバーに来てます。テストサーバーに来てますけど、中身はね、先週の、テストされてた内容と さほど変わんないな。唯一大きく変わったのはリーパークライシスが今回入りました。リーパークライシスが入ったんで、リーパークライシスとこの新しい機体ね、新しいさ、今ちょっと編成から外してますけど、このオフィヒョンっていう、こいつとの戦いの相性っていうのはどうなのっていうのを、まあちょっと、集中的にテストしてます。そういうこともあってね、なんですけど、まあ見てた通りさ、私編成から外れてるよね。要はね、ダメってことよ入れてみたけど、やっぱりね、リーパークライシスに打ち抜かれます。全くいいとこない。今日見ていく映像は、私がリーパークライシスでオフヒョンを打ち抜いていくシーンが 2,3 箇所ありますんで、そのあたり見ていただきたいんですけれど、まあね、飛んでる速度がまず遅いので、58キロ、まあちょっとね、58キロぐらいでさ、チンタラ飛んでたらさ、わ、リーパークライシス絶対抜かれるよ、こんなの。まずね、これがダメ。これね、80キロぐらいあったら、ひょっとしたらさ、リーパークライシスの弾速だったらかわせる可能性はあります。なんで高速イムギぐらいだったら当たんないんだよね。でネザーのダッシュも当たんないしさ、ああいうぐらいの速度がないとね、まずね、リーパークライシスに対抗できません。でこんな58キロぐらいでチンタラ飛んでたらまずダメね。っていうのはさ、あるので、まあ次のさ、アップデでこの機体来ますけれど、まあいらん、正直はって、あれすると、これいらない。もうタダで配られても使わない。多分。そんな感じの機体。で、一方ね、武器。このさ、ラバリーだったり、その他の武器ね、これが使えるのかどうかっていうのを今回ね、私集中的に見てます。ケスフの、なんとかフォン。ケスタス、カスタスっていうのか。もう全然わかんないけど、まあいいや。とりあえずさ、アングラーに積んでみた。で、さっき言ったように、タイフォンに、中武器積んでみたって感じで使ってみてんだけど、まあね、正直ベースで話をすると、まあ無理して取る必要ないね、これも。ロケットランチャー、グレネードのさ、のタロンクローンジョーンね、今あるでしょ。あれの方が射程短いけれど、もう全然有効、使い勝手いいよ、やっぱり。テンポがいいのとさ、遮蔽物の頭ごなしに当たるでしょ。それがいいの。全然いいのね。これはね、500m って言っても、新しい武器ってのは 500m の射程なんだけど、この 500m の射程って言ってもさ、着弾がですね、若干時間があるんですね。しかもブラスト効果あるっていうけどさ、そんなに爆発がさ、バコバコさ、効果力で出るわけじゃなくて、まあ当たらんわけよ。まあ要はね、タランみたいな即着弾じゃないので当たらないの。で5秒間の リロードとかさ、そこそこの火力はあるんだけれど、まあ使っててさ、団子に刺さるかなと思ったけど、意外と刺さんねえんだよな、これが。もうよほどインシネーターの方がいいねっていうような、ちょっとあれがあって、まあ今の時点ではこれも無理して、まあ、あればあるでね、まあ使ってはやるけれどって感じだけれど、無理してね、これをガチャでさ、取る必要があるかって言ったらないね。もう正直ベース本当にない。そうなってくるとさ、唯一必要なのってさ、やっぱりリーパークライシスに落ち着くんだよ。今さ、ガチャで割と出やすくなってるので、出やすくなってるのは私だったな。サブアカでもさ、サブサブアカでもさ、それなりにさ、ゲットしてるんですけれど、皆さんはやっぱり当たってないの。やっぱり当たってない可能性もあるね。でもね、今期ガチャを、銀ガチャ確定でしょ。あれさ、まあ、今ちょっとさ、何の嫌がらせか知んねえけど、電波がやたらと出てくるので、電波とさ、クロージョーとかさ、クロータローンがさ、ゴミみたいな武器が山ほど出てくんで、ちょっとイラッとしてんだけど、まあそれにしても、まあもうちょっとガチャのオファーで安くなってきたら、まあちょっと集中してさ、クライシスリーパーはチャレンジしてもいいかなって気がしますよ。私みたいに適当に回してるだけでも、クライシス1機とリーパー1本あるからね。で、サブアクはリーパー1本しかないけれど、まあそこそもそも回してねえからさ、っていう感じで、手に入ってる状態なので、まあちょっとね、無理しててもチャレンジしてもいいかな。これはね、まあちょっとやっぱり必要。次のアップデ 9.2 で出てくる新機体にもそうだけれど、やっぱりね、雪山来たらこいつがないとなかなか戦いづらいっす。このリーパーのこの射程ね、このぶっ壊れの1100っていう射程が、
もうね、あの雪山のさ、あのリスからリスまで届くので、これがないとちょっときついね。だから、雪山が次選ぶと 9.2 で来ると思いますけど、その前にはやっぱりちょっとゲットしていきたい機体かな。でドローンのシャイは、まあ、あのちょっと前回の説明で間違ってましたけど、15万ダメージ与えると DP15 獲得するってちょっと逆だったね。ダメージ受けるとじゃなかったけれど、あれも無理してね、必要かって言われるとそうでもない。高火力の機体に、乗せるとそれなりのね DP を稼ぎます。だけれど、例えばねネザーだったらね、パラライシスとかビークの方がいいし、他のドローンだったら、ショーダウンが良かったりね、ビークが良かったりとかするので、あえてね、あのシャイを入れるっていうシチュエーションっていうのが思い浮かぶかっていうとあんまり浮かばない。で無理して必要かなって気はしません。そうするとさ、アプテ 9.2 って割とさ、お財布に優しいんじゃねえのって思うわけ。むしろ今無理して、まあ、ルークはさておいてね、リーパークライシスはさ、やっぱり無理してちょっと取りたいなって気はするね。それぐらいちょっとこの性能が2つぐらいぶち抜けちゃってるのでっていう感じはします。いずれにしてもさ、そのリーパークライシスを持ってるがゆえに次のアップデート 9.2 の新しい機体がいらないっていう話であって、みんながさリーパークライシス持ってなかったら次のアップデートの 9.2 でね、このオピオンと新しい機体っていうのはやっぱりね刺さってきますよ。アブソーバーをずっと張り続けてるから、まあそういうことはあるので、まあそのあたりは皆さんが、獲得するバランスによるのかなとは思いますけど、という感じでね、今日は、その、新しい新機体オピオンを、のーリーパークライシスで撃ち抜いていく映像が1本撮れてますので、それを見てください。あとはリンクスにニードル、ハープン系を積んで、ちょっとこいつも無双してるので、まあこれはねテストサーバーだけです。ライブサーバーではここまでうまくいかないですけど、まあね、テストサーバーはいろんな意味合いで、電波が乗ってないので、その分ね、リンクスは優位なんですね。それがちょっと活躍してますんで、まあこのあたりをちょっと見ていただければと思います。まあね、次のアップデート 9.2 みんなね恐るに足らず、お金財布に優しいと思いますので、財布無理するんだったらもう今期ガチャだね、リーパークライシスが入っている今期ガチャで、銀ガチャはさ、確定ガチャでしょ。あれって今お試しでやってるので、次 9.2 でどうなるか分かりません。まだ通常ガチャに戻るかもしれないし、全部確定ガチャになるかもしれないし、それね売り上げ次第みたいなんだけれど、今ね銀ガチャはさ電波がさアホみたいに出てくるので、まあ要注意ね。いらない電波はさ、俺、ね、のなんかさ十何枚引いたけれど、そのうちさエバレットがさ4体も出てきてさ、ちょっと画面殴りそうになったけどね、さイラッときたからさ、みんな要注意してくださいということで、一戦ばかり見ていきます。よろしくどうぞ。さあやっていくぞ。バトルモードはクイックマッチだ。あ、マップはファクトリーですね。モードは支配です。初手はリンクスで出てきますね。ハープーンのさ、なんだっけ、スパイクだっけ、ステークだっけ、ステークを積んだリンクスで出ていきます。いやね、テストサーバーは割とね初手この子を刺さるんだよな。みんなねクォンタム持ってると思ってるんだけどさ、意外とさなくてさ、まあのリーパークライシスさん持ってるんだけど、まあいいや、ちょっと見て、全然ね、あれだよ、帰りなさい、帰らないんだよ、帰らない、大丈夫、フォースフィールド持ってるから、すげえ刺さるんだよ、あとね、イージーシード全然関係ないから、刺さるぞ、みんな分かってるから、これ、なんでお前、ロキ、そこ展開するよ、意味わかんない。いやね、これピョンピョンって思ってる以上に下がりますよ、これ。当たんだよ。あと、あれも、アブソーバーも貫通だからね。よいしょ。で、あっち側は誰もビーコン取りに行かないんだ。ちょっと射程がな、短いのがちょっとたまに傷なんだよな。これ全然当たんねえな、俺。100m だっけ？ああ、100m だね。100m ってガリガリ当たるからね。当たってるからこれ、全然。で、ちょっとさ、消えていきながら、よいしょ。そして、もうとんでも関係ねえから、そんなの全然。で、ダブルキルいただいていく。で、新しいさ、オプションね。
見ての通りさ、まあアブソーバー貼ってようがあんまり関係ねえんだよ本当に本当にね、あのクライシのリーパークライシスいるでしょ。でこういうみたいなハープン系だとさ、もう全然イージスシールドとかさ、シールド系関係ねえからさ、もう本当にね、これさケストレイルじゃねえんだよ、あのシャイ積んでるの、これでケストレイル積んでたらもっと足速いからさ。いやーランページいただいて、そして消えていくいやそんなのさ、いやもう全然だ、どん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 もうね、あのスタック95溜まってるから、あのいやそれは浮いてもダメだ、見ての通り全然ダメでしょこれ。新機体これ誰が欲しいんだって話よこれゴッドライクをいただいていく。リーパークライシスにさ目玉つけたりとかさ、もう本当にね、いやもうダメよ、もうそんなのさ、ビヨンゴッドライクいただいていく。あのね、あのリンクスが強いのは強いですよ、強いんだけれど、それ以上にね新しい新機体がさ、あ役立たない子なの、あの全然役立たないから、全然あれだよ、アタッカーの言っとくけどなビビってちょっとやつは使ったけど、で俺がこうやって消えていくじゃん、だもうお前もうダメだろよいしょ、そしていただいていくじゃんもう本当にさあれなの、一生懸命ついてきたってさ、俺にはフォースフィールドっていう神様ついてるからいいでしょ、あ消えていくね、あそこは届かねえな、これ射程もうちょっと長かったらもう恐ろしい武器だけどな、リーパークライシス好きだから、よいしょ、そんなさチータラやってたらやられるだろう、それリビングリジェンドいただいていく、そしてちょっと一気に足を詰めてテクテクと打っていくぞ、ミリミリと打っていくぞ、あーちょっと離れちゃうと厳しいぞ、あーロックされてるな、やばいな、よいしょよいしょ、そして消えていく、まあいいだろう、ちょっとタイタンアゲンどれぐらいダメージ出るかやってみるか、よいしょ、まだ行くのか、まだ行けるのか、まだ行くのか、まだ行くのか、よいしょよいしょ、あーそしてやられていく、さああお前何そんなとこ言う、俺が面玉持ってないと思っただろういやもうね、もうリーパークライシスはさ、ライブサーバーでも散々使ってるからね、あそこにいるね、ちょっとあ届かなかったな、最後に2つ2、3発当たらなかったね、あの今言って4つ光ってたらさ、もうのリーパーだってすぐ分かるから、あれそうだ、あ俺じゃねえよ、あそこ当たんねえのか、当たんねえな、それ飛んだ瞬間に飛んだやつはみんなやる、ああ飛んだね、ああちょっと影に隠れてて見えない、ああちょっと見えない、もうちょっとこっち来てみないと見えない、いや見えたね、よいしょ、そして抜いていくぞ、よいしょ、半分いかねえか、まあいいだろう、ああもう一回エーテルってことだね、ああちょっとずれたな、いやそれでもタイタンキルはいかないか、いやね、もうね、とにかくね、新しいさ、新機体ね、リンクス、あ、リンクスじゃねえや、リーパークライシス、全く、敵にならないから、全然ね、活躍する場所ないと思うよ、これ。だからさ、新機体ね、全くいらない。じゃあ、新武器いらねえかって言ったら、なくてもなんとかなるね、あれは。あ、俺じゃねえのか。あ、今飛んだね、あいつ。あれ、新しい武器、あれだよ、紫持ってるから。まあ言え、長く、あ、この速度で飛んでたらさ、空打ち抜かれるっちゅうの、ああちょっとずれたね、あ今なんかあれか、いや回復したんだな、いや顔出したらダメだろそれ、もう犬抜いちゃうから、そしてトリプルキルいただいて、あ浮いたね、こっち来なさい、こっち来なさい、隠れてるの、わざと隠れてるの、あちょっとよし、そして抜いていく、もう全然ダメでしょ、ランページいただいて、もうね、全くあのリーパークライシスの前にね、全く歯が立ちません、新しい武器は、あなんか目つぶし食らってるけど、もう全然関係ねえから、で2匹目のオフィオン落としていくこんな感じだからね、全く役に立ちません、あちょっと目ん玉が消えて、あれなんで消えてる、あれはリンクスかな、あれは何の長さリンクさん、いいよ、そしてここ抜いていく、ビヨンセもらっていくぞ、
全然ダメっすよ。まあまあ、ちょっと見方もさ、リーパークライシスの対応がいまいちだけれど、あ、もう出てこなくなったね、さすがに。もうさすがにそこは出てこないか。まあいいだろう。こんな感じです。なので、オフィオン、あのね、焦っての欲しいかって言われたら全くいらない。活躍する場は多分ないから。チャンプだとね、下のリーグだとリーパークライシスを持ってる子が少ないので、まあ活躍する可能性はあるよ。だけど、あ、ちょっといいな、ちょっといいとこ来た。あ、そこでドスコしたらダメだよ。おお、格好ねえ時期だ。おお、俺じゃねえか。まあいいな。あ、最後打ち抜きたかったけど間に合わない。そして勝利。新しい武器もね、まあ、まあ威力はあるんだけど弾速遅いので、まあいまいちかな。まあ欲しいかって言われたら欲しいけど、いらねっちゃいらねえな。14キル4ビーコン570万、 GG です。まあ敵味方、まあまあバランスは取れてたと思うんですけど、まあ一方的だったでしょ。まあそれはさ、分かってるから。散々テストサーバーでやってきてるしさ、そのためのテストだからね。まあこんな感じでね、アップで 9.2、新しい新要素いくつかありますけれど、まあアルティメットシリーズはさ、もうね、金持ちの道楽なので、あれはもう ないものだと思って全くテストしてません。まああれテストしてもしょうがないから、手に入らないからね。そうすると、まあ新しいガチャ要素のやつを今テストしてみましたけれど、こんな感じでね、いらない。なのでみんな安心して9.2、アップで 9.2、来ればと思います。まあちょっとね、タイタン電波が来るのであれだけ厄介なんだけどね。ということで、今日は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。